コミニュースランキンキグ時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです。 サッカーのワールドカップカタール大会の決勝はアルゼンチンがフランスを PK の激戦の末に下しました、うん、アルゼンチンは1986年のメキシコ大会以来となる36年ぶり3度目の優勝ですまあ本当に活躍すべき人が活躍した末のねこの3対3というところだったんですけれどもまああの結果は引き分けで PK は本当にもう運もあるんだろうなというところなんですが。 ねまあ、メッシュのための大会と言われた今回の大会でしたけれどもアルゼンチンの方本当サッカーを好きな方多くて、うん、なんならもう家打ってでもカタールに来たいという人がいらっしゃるですそうですか帰ってからどこもう一回考えようかなみたいなす <laughs> <な> <laughs> すごいですねそれぐらいこう夢中になれるものがあるっていうのもね、えー、もうアルゼンチンは今頃 どううでしょう試合終わって4時間ぐらいですか、えらはい,、はい、いことなっとるんでしょうね、眠れない一日でしょうね、えら、ね、いことなってるでしょうね、<ー>もしアルゼンチンで聞いてる方いらっしゃいましたら、ぜひメッセージ送りたい大リーグ、メッツは、ソフトバンクから海外フリーエージェント権を行使した千賀滉大投手と5年契約を結んだと発表しました、うん、契約金は5年総額7500万ドル、うん、日本円でおよそ102億円と伝えられています。まあ、先日ね オリックスの吉田選手が契約したというのもありましたけれども千賀、はい、選手はなんといっても育成選手からの出身ですからね、ねこれも本当に夢があります、はいはい、アメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝、甲子園ボールは、関西学院大学が早稲田大学を破って5連覇を果たし、史上最多を更新する33度目の優勝を飾りました。私もこれテレビのの前でででまたた釘付けににななっていたんすすがが残念ながら感覚の壁にですね、うん、若僕は また今回も及ばず。<ん>ただ本当はあのあのアメリカンフットボールは本当関西の大学にやっぱり関東の大学勝てないですね。<ー>やっぱり、ね、やっぱり強いですよね。いやお見事なゲームでございます。はい。はい、それではニュースランキングに参ります。まずは第5位。昨日午後1時ごろ東海道新幹線の豊橋駅から名古屋駅間で停電が発生し、一部で運転見合わせとなりました。 およそ4時間後にに運転を再開しししままたた。が、が万人影響出 JR 東海は愛知県安城市内の河線が断線したことが原因としていますが、うん、詳しい原因は調査中ととのことです、まあ。特に日曜日ですからす、ね、東京、大阪含めてお仕事に合わせて移動と、ね、帰省の方が帰るとか、はい、いろいろあったと思うんですけれども、はい、あの新大阪駅、東京駅ともになんかあの皆さんが SNS に上げてらっしゃる映像を見たらえらいことに。 大変でしたでししたねえ、はい、まあこれからまた移動が本当、多くなりますし、また雪のシーズンでもありますからね、改めて、なんていうの、気をつけなきゃいけないなってこと考え続いて第4位、来年2月23日の天皇誕生日の一般参賀が、事前申し込み制で実施されることになりました。 天皇誕生日の一般参加は、新型コロナウイルスの流行で、一昨年以降、中止が続き。開催は即位後、初めてとなります。宮内庁は、今回、事前申し込み制とし。応募が多かった場合は、抽選を行うとしています。まあ、おそらく、あの、陛下、もちろんそうですし。えええー、そしてね、参加される方っていうのも、一番、これ、楽しみに待ってらっしゃったという方、多いと思いますけれども。少しずつ、やっぱり、こうやって思うとね、戻ってきたんだな、という感じしますね。はい。 続いて第3位、自民党の薗浦健太郎衆議院議員側が 政治資金収支報告書にパーティー収入を少なく記載した疑惑をめぐり、自民党内では議員辞職は避けられないという見方が強まっています。東京地検特捜部はその裏議員を政治資金規制法違反の罪で略式起訴する方向で検討していて、自民党執行部は捜査の行方を見極めるとともに本人の意思確認も進めています。まあメールが残っていたりとか、人の方のね、うん、まあ共通、はい、とかいろいろありましたけれど。 えー、こうなることは本人が一番よく分かってらしたんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、続いて第2位は安定的な経済成長を実現するために政府と日銀の役割を定めた共同声明を岸田政権が初めて改定する方針を固めたことが政府関係者の話で分かりました。 岸田総理ができるだけ早期に実現するとしている2%の物価上昇目標の柔軟性を検討し大規模な金融緩和の修正につながる可能性があるとということです、はいまあ、物価とは改めてどういうものなのかということを含めてこの後と高橋さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、続いて1位は毎日新聞は昨日、おとといの両日全国世論調査を実施しました。 岸田内閣の支持率は25%で前回調査から6ポイント下落し政権発足以降最低となりました一方共同通信の世論調査では岸田内閣の支持率は33%となっています、はい また共同通信の調査によりますと岸田総理が表明した防衛力強化のための増税について、うん、支持しないとの回答がとなっています、まあ、毎日新聞の世論調査の内閣支持率はい,いつも低めに出るんですけれどもー 25%,、まあ、25となってくると穏やかでないなと思いますし、はい、まあ一方で共同通信の33%これは決して高い数字ではもちろんありませんからまあこのあたりの数字、ね、まあ、本当一喜一憂というふうふにいつも言って ますけれども北田さんどんな思いでご覧になっているんでしょうか。ではコマーシャルの後高橋洋一先生の登場です。上泉雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十六分回りました。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。はい今週もよろしくお願いいたします。はい,ますはいよろしくお願いします、はい。まずはこちらからです。 防衛増税の現状は財務省が先制点増税反対の逆襲のチャンスはあるんでしょうか自民公明両党16日2023年度与党税制改正大綱を決定いたしました。防衛費増額の財源 法人税、所得税、タバコ税の3税の増税で1兆円強を確保するということですえ防衛費の財源とする3つの税金の増税時期2024年以降の適切な時期といたしまして与党内や閣内から増税慎重論が噴出する中判断を先送りした形となりました岸田総理16日の会見で増税の時期について来年決定すると表明していますさあこのまま増税が決まってしまうんでしょうかそれとも増税反対派の逆転チャンスはあるんでしょうか なかなかメディアではお話しされない予算編成の手続きを含めて高橋さんに詳しく解説をいただきたいと思います、うんはい、さあ高橋さんえこの週間いろんなことありましたがぜひ高橋さんに整理していただきたいんですがまずこの、はいえー、財務省側というか増税派が、はい、先制点は先制点ということなんですよねは、うんね、先制点のところかもがロ,ロスタイムであとあの一分え, <残る S 1> えあと一分になりました <laughs> もう決まっちゃいそうですか 決まっちゃいそうかどうかっていうのは、でもほらあの、アルゼンチンとね、うんあの、フランスのやつもエンバペが、あのほら、はい、PK 最後取りましたか,、ね、から残り13分でね。それであと、その前の時もね、0ロ2で負けてても、うん、あれだったでしょ、うん、あの要するにエンバペが,エンバルがあの2点。 現地で撮ったでしょはい。だから、ああいうことはあり得るんですけどね。高橋さん、サッカーに例えた途端に、急に饒舌にまたなってもらいました、ね。<笑><笑>すみません。あのさ、さっきまで、さっきまで見てました、ね <laughs> あ。見てましたよ。<laughs> あれ、三時までかかったじゃないですか。<laughs> ええー。そうですよ。<laughs> ですから、四分二時間。<laughs> あの、いい意味で、今、切れてらっしゃるかもしれませんが。<laughs> <laughs> はい。え <laughs>、まずは、その与党の税制。 改正とそうそうそれで今おっしゃったようにねえっとまあ3つの税金を上げるただしこれについてはえっとすぐではなくてまああのこの税制税制大綱にはね平和6年以降の適切な時期にするっていうふうに書いてある。でももこれは すするる増税決まってるのは決まってる、ではそれがよりはっきりするのが、あれでしょうねあの、まあえーと、税制改正大綱っていうのは、毎年のその次の国会に出す法律として、こういうのを直しますっていうのは書いてあるんですけどね、うんはい、そこにはさっき言った所得税と法人税とたばこ税は書いてないですね。 書いてないってことだからさっき言った、平成6年以降の適切な時期とするっていうか、書いてないのは書いてないですよね。でもね、その中に、だからここだけマスコミはみんな報道するんですけどね、この税制改正大綱に書いてあって、平成6年以降の適切な時期だと言って、まだ時間があるようにみんな思っちゃうんですどね。 与党税調自民党税庁っていうの資料を見ますとね、はいはい、結構すごいことが書いてあって、うんうん、えっとねあの財源確保って法律があるんですよ。うん、その財源確保はね、次期通常国会に提出予定と書いてあるんですよ。 これどういうことかっていうと、次、はい、期通常国会って今度の国会ですよね。とこは年を明けてすぐってことですよね。そこれで、ねはい、財源確保法に書くってことはねあの、もう増税本決まりですね、だからこの財源確保が次期通常国会に出るか出ないか、はい、そういうのがポイントなんですけどね、なんでみんなほどしないんですかね、<は>よく分かんないですね、<で>私ね。えっと、そこに、えー、財源確保法を次の通常国会に提出するということまでが決まってるってことなんですか。 だからこれがね、うん、あの、税制改正大綱には書いてないんですけども、うんえー、その、えっと、その、世、あの、与党税調の資料には書いてあるんですよ。だからね、これね、普通に考えると、えっと、今年の年末までに、来年に、うん、あの、通常国会に出す法、通常国会に出す法案はみんな出てくるんで、はい。 その中に入ってくるんじゃないかなと私のが予想してますけどね。これがもう書かれた時点で入った時点でも確定。う,うん、むしろゲームセットですこれは。でということは残り、えー、おっしゃったような、えー、延長2分しか残ってない中でロスタイム1分しかないという中で、そうん。できることは何なんですか。えー、っとだからこれはねえー、っともう一回、うん、あのー。 えと税制自民党の中の税調、税制調査会ではもうね、絶対にこれ、議論しても結論決まってるんだけど、はい、もう一個、あの政務調査会、政調ってあるじゃないですか、はい、そこで平場を、平場っていうかね、全議員参加でね、<は>もう一回議論すれば、この来年の通常国会に、その財源確保は。 ななくなる可能性は,は<ー>ありますよねううだからこの財源確保だけがポイントなんでそこを税,税調の全議員参加の平場っていうんですけど、ねはい、それができるかできないかっていうのにかかってくるんじゃないですかね。はい、でそれを開催するかどうかは。<S <S これは萩生田さんでで問題ですあ、ね、萩生田さんの一存で決まる感じなんですかそれはもう。えっとね、だから、えー この手続き、そもそもね、うん、こういう大きな話について税制調査会でやるっていうのが、そもそもちょっと変築なんですよ、はい、も,もっと全員で決めなきゃいけないんじゃないかってことですね。うん、もうちょっとね、うんあの、だから成長でやるんですけどね、一回だから税制調査会でやれって、岸田さんが指示しちゃってるんですよね。あ<ー>で、それを萩田さんがちょっとひっくり返して、うん、あの税制調査会でって盛り返して、うんあの、それは先週あったんですけどね、うんうん、そういうのをまた同じように、この財源確保法で、そういうふうな同じような動きができるかできないかっていうのにね。 上がってきますねこれ萩生田さんとすると開きたいんじゃないんですか開きたいでしょう。開きたいですけどね、はい、ここで開いた時にどうなるかっての、ね、いろいろシミュレーションしながら考えてますと思いますよあ<ー>はあ、開いたら開いたで、ね どっち転ぶか収,集収集あの、うん、さっきね、世論、うん、調査でね、この、うん、防衛増税反対セ60%何でしょ。はい65出てました、ね、これはだから、平、うん、場で普通の,あの国会議員、自民党議員がね、うん、たくさん出てきたら、もう圧倒的に多数でね、うん、反対が多くなりますよね。はい、反対多くなりますよね、うん。反対多くなると、それを収集中させるのも一応、政治家の役割ですからね。はー こそうそう、うん、難しいんでね、そのままほ,ほっとくとどうなっちゃうかっていうと、この財源確保が中部なりになっちゃって、実は法案が提出できないって状況になりますよね。これねとなってくると、ですよ、うん、どうなんですか、これ、自民党の多くの議員は、今のお話でいうと、増税に対しては反対をしたいということなんですよね。 思いますよ、そうだと思いますよ。本当。本当、本当に反対になっちゃったら、うん、他の、よ、他のね、来年度。あの、来年の、はい、えっと、通常国会に出す法案も、うん、あの、どういう形になるか、分かんなくなりますよね。うわー。 したらあのどうでしょう、ざっくり、えー、一部の人が賛成をして方向をし決めたい増税というところに向かってそこを飲,む飲まないことには他のものが通らないというようなイメージということなんですかそうですね、だからこれだけ、まあ、ひょっとしたら切り離してね、次の来年まで持ち越されるかもしれないし、うん、えこれ扱い下手にすると自民党内の政局になっちゃいますよね、はあ、これはどうなんですか、高橋さん、先週もお伺いし,しましたが、政局になる。 本来問題ななのか私はうん、なって欲しいですけど、ね、<laughs> あでも、うん、まあ皆さんどうでしょうご自身の立場を考えたときにこの1兆円という金額をめぐって積極になるほどではないんじゃないかと。 そうでも言っちゃった1兆円なんでね、はっきり言うとね、うん、あの私、いろんなところに書いてあるんですけどね、はい、あの埋蔵金でね、はい、えと昔は外為特会の話、埋蔵金しましたけどね、はいはい、それ以外にも結構あってね、うん、この1兆円ぐらいだったら簡単に認でできるんですよ、うん、でそういう事実もあのいろんな人が最近知りつつあってね、はい、これ、あの債務償還、はい、60年償還ルールというの,のを見直すとね、簡単にこの1兆円ぐらいの財源出てきちゃうんですよ。うん にあのういううん15兆円ぐらいあるそうですね。そうそうそれをそれもそれもねあの要するに玉に玉になるからあの要するに請求になると面白いですよね。これだから財務省負けちゃうかもしれないですよね。だから在逆転があるって言ってるんですよこれ60年償還ルールっていうのちょっとわかりやすく解説していただきたいんですけども。まあねあの何でもそうなんですけどね。えっと。 国債を出すってことはね、はい、一,一時金で一時の,あのお金でやるか、分割払いにするか、それだけの話なんですよ。ほうほうほう。はい。うん、それで分割払いするときに60年償還ルールして、60分の1ずつ分割するっていう,、はいうね、ルールが今あるんですけどね。はいはい。はいはい これ別にやめたところで60分の1償還するってのをやめたところで財政は困らないんでね、だから過去にもそういうふうに60分の1ずつ償還するっていうルールをやめたこともあるし、あと海外でいうとこんなルールないんでね。だからそんなのは財務省が言ってるだけの話ですからって、こんな海外の普通のルールに照らし合わせてみたら、この16兆円ぐらいのお金っていうのは、とりあえず使えるんですよ。 ということはもうあのなんでしょう我々分かってないだけで実は探してみりゃいくらでもあるんで全くそうですだからこれは毎月入手なんでねあのこんなのあの私なんかよく知ってるからいくらでももう言われたらポン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 言うし、はい、それであとあのね皆さんよくね建設国債なんて言葉でしゃべるってことなんでしょあんな建設国債なんてね世界ではないですからね世界ではないんですかないでしょあんなもあんな分けてるはずないですよ、うん、あの建設赤字なんてだからあんなの分けて分けてる国はないですだからあ,、はい、あ要するに国債にか 言うとね、も,うもうほとんど無知な状態がたくさんあるんですよ中には。 ですね。かその中で一部の知識をちょっと使ってね。うん、60年償還ルールって言ったらね。そんな世界やりませんよって言ってね。うん、じゃ、そんなのそんなの一時期、一時やめても大したことないでしょって簡単に言えちゃうんですよ。これ、あの、なんで日本だけじゃ、そのルールがあるんですか、うんあ。それ、マスコミが、マスコミは、あれ、財務省の、そのまま報道するからです。は <laughs> っ<ば>なんか、じゃあ、あい、い,い,いように使われてるっていう感じなんですか。完璧にそうです。<laughs> あの、予算編成時期になるとね、中身わかんないから、もうね。あの、なんか書き写すだけなんですよ。記事は。は<ー>だから、みんな赤字国債。 どうのこうのって記事だ出すでしょ。うん、でもあち赤字国債英語でちょっと言ってくださいって言ったらすぐわかりますよ。あの,かかあのそれに対応する概念ないから説明できなくなっちゃいます。うん、英語にはないんですか赤字国債？ないですよ。だって概念がないんだもん。 はあ、赤字国債ということ自体がそもそもかなり架空のなんなんだろう日本だけ作って、なんか悪い印象をたつけ、うん、るためにやってるような本来、なんでしたっけ、えー、財務上の,その法律の中では、財務省の中の、えー、財政法の中では、借金しちゃいけないという、まずベースのところがあるっていうところからのスタートでは赤字国債の根拠を言うと、財政法なんですけどね、うん、そあ私が言ってるのは、その財政法っていうのは世界の,あの標準とかなりずれてるから。うん そんなの一般原則とするとおかしいって言ってるだけなんですけどね。あの、そもそも法律自体がっていうことなんですね。そう、うん、私みたい、こんなに大胆に言う人っていないだろうから。うん、あの、要するに法律、そもそも世界とずれてるなって言う人いませんからね。だから、みんな、あの、赤字国債というと、ははって言って、そのまま書き、書き。あの、財務省に言われて、そのまま書いてるだけなんですよ。あの、高橋さん、今、お話聞いてと思いましたけど、よく財務省にいらっしゃいましたね。<laughs> あのーあ、私でもね、だからね、あのね、完璧にそういうのを理解してるから。どんなに洗脳されても。<laughs> 絶対 んなに洗脳されてもでも、うん、一方でその逆,逆にどうなんでしょうその増税反対派の皆さんから高橋さんにねアドバイスをなんか求める方も多いというふうに聞いてるんですけどもだから埋蔵金なんかもたくさんねいろんなこと言う人いろんなこと言ってくるから私もいちいち答えるの面倒くさいからね、うん、もういろいろとねものに書いてあるんでこれ見てくださいっていつも言ってるんですけどねこれでもどうですか残りおっしゃるようにアディショナルタイムが1分しかないという中でので、ね、例えばその大逆転というか、うん、少なくとも同点に に追いつくなのかっていうのは高、はい、さんこれ流れとしてはなんか今もうこのまま 試合終了までいっちゃいそうなイメージですね。そ,それでもね、うん、日本がねファ、ファーストステージを突破するのでみんな思ってなかったでしょ。なるほど。あのどう,どうですか、ね、高井さん。例えばあの先週のちょうど今頃ですけど、高市さんがまあ書かからということも含めてメッセージ出したりとか、はい、西村さん出されたりとか、はい、あ,ありましたけど、うん、あのあたりの皆さんとでもどうなんですか。分かんない。でも最近だからちょっとずつちょっとずつとんだんとんだんしてるでしょ。ですよね。やっぱりどうでしょう。うん、2024年以降の適切な 時期という、はい、その連絡で、うん、そこでねあのそこでもうここ収める人多いんですよ。あ,あやっぱりこう先送りしたことでもうなんかその時また考えようという感じですか。うん、あ考え判決は考えるじゃないですよね。その時にきもう自動的に来る話ですけどね。 もうその頃にはほとぼり冷めてんじゃないかぐらいのイメージですから、ね、でも今言ったあの話っていうのは、うん、税制改正大綱って言ってねまだ法律にはなってないわけですよはい、はい、で私さっき言った話っていうのは、はい、財源確保っていうのはその話が法律に書かれるんですよはいそれがもう言うても来年の通常国会に出るか出ないかってことですよねでちゃうん。その時だから分かっちゃうでしょだから結局はこの年末がいずれにしてもリミットってことですか まあ、ね、年末か、あの、うん、来年の通常国会っていうのは、一月の下旬ですからね。<や>それまで、まだがビビット。とりあえず、一月の頭ぐらいまでは。う<ー>そうですね。ありえますよね。あまりリはされてないってことですね。は、ね、っきりそうです。はい、それだからあ、ね、あの、あの、先ほどのね、はい、税制。はい 改正大綱の話っていうのを、うん、えと平成6年度に実施するって話をマスコミが強調しすぎてるのもこれも財務省の策略の一個に高橋さんあえとお聞きしますけど例えば一方でその財政法上の中でその借金をしないっていうのはもともと日本が軍事大国に向かって進んだからだっていうもともとの議論があるっていうのからスタートしたって話も聞いてるんですけど <laughs> ああこの辺りっていうのはううふうに先,輩先輩国のね、うん、ドイツとかイ,ギリイタリアを見たら分かりますけどね。はい、あのねちなみに ドイツもね、うん、ええー、今度防衛費増やすでしょ。はい。で、防衛費増やすので、あれは国際でやってるんですよ。よ国際でやってますね。はい。うん、だから、そんなの見ては、全く今の議論がね、日本だけが特殊な話じゃないっていうのは、何節だってすぐわかるじゃないですか。ああ、あれ、そういうことなんです。結局、ドイツは、それを、まあ、いわゆる国際で。 まかなってるということですもんね。だからあの日本だけは日本だけは軍事大国なんとかって言うんだけど、あの第二次世界大戦で負けた国はあのええとドイツもイタリアもそうでしょ。うん、そうですね。うん。どうですかそれで。ということは結局ロジックとしておかしいでしょ。それは。あの法律がじゃあどういうところでできたんだっいうか結局それがあるからこそこうそこに対して縛られているというところがあるわけですもんね。そういう言う人いますけどね。ええとでもねあのちょっと合理的に考えたら。 あの他の国は分けてないんだからおかしいでしょって、私なんか昔ね、ほ、うんこの大蔵省にいたから、うん、国際会議でやっぱりね、うん、そういうふうな60年召喚するの話したことあるんですよ。はいはい、でもね、結構、親、ね、しい人からね、会議終わった後ね、うん、お前、あれ、あの嘘だよと、そんなね、うん、自分の国も昔はそういうのあったけど、今やってないよ、それでもだけど、でも関係ないよと言われ、何回もやりました。 そういうは、はい、私は国際会議で恥ずかしい覚えしたから、うん、そこはもう、えー、あの各国いわゆるそのドイツイタリアというところも全然非対というか、もちろ、うん、という形で動いてるということなんですね。すえーうん、あの。 岸田さんの内閣支持率っていうのが、うんえー、また毎日新聞、これ、ちょっと低めにいつも出るんですけれども、っねえー、25%っていうところに来てますけれども、本当、えー、にね、だから今、党内政局したら面白いのいいなって私なんか思いますけどね、でも党、うん、内政局するとね、裏切り者、反乱軍になりますからね、大変なんですよこれ結局は数がまた今度は分散しちゃうということになりますしね。分裂、ね、は今できないんでね。うんうん 予算編成の過程なんでだからみんなあれですよ反乱軍にならないようにかつ筋を通すって難しい選択をね <laughs> <ー>自民党の政治家が求められてるんですよ今だからさっきあの、うん、上田アナウンサー言ったなんり先送りするというところで、うん、なんか矛を収めて<う>でも反対はしましたよななと。と 私なんかだからズバりね、うん、財源確保をどうするんですかっていうことを言っちゃってるから私は別に自民党と関係ないから別に平気で言えますけどね、はい、国民としてみれば財源確保が出た段階で実はは増税は決まりですからね、うんあまあ、そこに対して政調会開かれるかどうかということなんですね。 うそう今のところはだから、実、え、施、ー、時期っていうのをぼやかして言えるのは言えるんですよ、法律じゃないから。でも法律だったらきちんと書かなきゃいけないでしょ。令和6年度以降、政令で定める日から実施するとか書くんですよ。それすごくはっきりするでしょ。と、うん、<で>いうことはこ、そ,こがそういうふうに曖昧まいな法律はなくな,なくなるんで、法律のところで来年度通常国会それが出たら、自演だと私は言ってるだけですけどね。うん これさっきおっしゃったその税務調査会開くかどうかということを考えたときに、はい、萩生田さんとの人はやっぱりキーマンになってくる,てとる、えー、いやそれはそうですよ。だから財務省は開かせないように開かせないように,ようにそういう指示があの税庁で行き止まってことだからって言ってると思いますよ。うわもう変な言い方ですけどひ開かせない側と開きたい側と<う>いざ開いたら開いたで、うん、えっと、うん、そこに賛成するのかか、うん、反対するのかかって。だから私そういうのは出た面白いと思うからやって言ってるだけですけどねそ。そこでまあ我々 <laughs> それはどの人が賛成したかとか反対したかって見えるわけですよね。うん、ちゃんと見て覚えとかなきゃダメですね。ねそうよく覚えて,てだからそれちゃんと報道してたらいいんですよ。大変勉強になりました。ありがとうございました。ではでは続いての話題でございます。<laughs> はい、さあアメリカで核融合の画期的な進歩がありましたか、えー。核融合は世界の環境問題やエネルギー問題を変えるんでしょうか。 アメリカのエネルギー省なんですがカリフォルニアの研究チーム核融合反応で画期的な進歩を遂げたと発表しました、えー、核融合技術なんですがわずかな燃料で大量のエネルギーを生み出すことができまして温室効果ガスや放射性廃棄物を出さないという画期的な技術なんですねしかし長年研究続けられていますが実用化までにはまた数十年かかると言われています まあこれまでの実験で核融合反応は起こるものの投入した量を超えるエネルギーを生み出せなかったということなんですが今回投入した以上のエネルギーを生み出したということでございますが高橋さなんかこの分野も大学生の頃からなんか注目されてたんですね、えー、私すごくこの分野はね注目しててね本格的に研究者になろうと思うかなり思った分野なんですよ。ででももそそれも今から50年ぐらい昔ですかららら年い昔すねあの,その あと50年ぐらいしたら何とかなるじゃないかって言われてたんですけど今ですね。全く何とも何ともなんないんでねその時にだから私ねいろいろ見通し立った時に結構自分の見通しを与えててそんな甘くないんじゃないのっていうふうに思ってたんですけどはあ50年経って今ようやくその投入した量以上のエネルギーができたそれもねちょっと不正確なんですけどね 投入した量っていうのどこまで測るかっていう問題なんですよ。<う>あの要するにい,いろんな段階があってね。はいまあ、例えばねあのあのテレビ局だと全体でエネルギー使ってるけどスタジオのエネルギーはちょっと別でしょ。はいうん、ちょっと一部でしょ。<う>ではっきり言うとこれはねあの最終段階のごく一部の投入したエネルギーよりかはちょっとあの出たエネルギー多かったっていうみいそれはもう画期的には画期的なんですよ。はあ、ただし通ったで見たときにはまだちょっと足り,そう足,り足りない。かこれあのすみません核分 核分裂と核融合ってついついわれわれ、なんかさらっと言っちゃいますけど、これ考えたら全然違う技術なんだ全然違うもんでしてね、はいあの、例えるとね、例えるっていうか、現実ですけどね、はい、原子爆弾、原爆はね、はい、核分裂です。分裂なんですか、はい、うん。それで、水爆、はい、は核融合ですだから、はいそう。全然違うんです、ねうん 全然違うもんそれで核分裂の方が簡単でねあ,あ,あのこれはね中性子を当てるとあの結構あの物質によっては簡単に核分裂するんですよでこれすごい放射性物が出るわけですよね、はい、これは出ちゃいます<で>出ますよねそうでもね核融合のは出ないんですねへー でもそういう話するとねでもね水爆は出るでしょっていうでしょあれはね実はねこれも核融合の一種なんですけどね起爆剤って言ってねものすごいエネルギーを与えないと核融合で出ないんですけどねその起爆剤に原爆を使っちのなんか汚いのが出ちゃうんですよ。今回の 核融合エネルギーはね、うん、その原木を使わないで徐々に徐々にやるっていうから難しいんですよ。は<ー>そうするとですよすごく安全で、まあ、クリーンですごいエネルギーが出るものが開発できるってことなんですよす、ね、するとエネルギー問題解決するんですけどね。 これが難しいんですか。いやだからあの原爆使えば簡単にできるのは分かってるんですよ。し今も数学あるようにね。そこそこねでも原爆使うとそう,いう制御もできないし、はい、汚いもの出出ちゃうじゃないですか。でもその原爆の代わりに、まあレーザーとかいろんなの使いながら、うん、あの高エネルギーをあの集めて、それで核融合を起こすっていうのは今回の研究なんですよね。高さん今回のこのそのアメリカカリフォルニアの研究チームのっていうのはあのまあ画期的な画期的や画期的。画期は一 だから全体のエネルギーよりかはまだちょっと足りないんで、うん、これだからちょっとく私直感ではねちょっと工夫するとね<ー>あのできてもいいかなっていうぐらいな感じですけれど<ー>まあでも、まあ、やってる研究者はみんな慎重ですからね、まあ、これはねもう50年前もできるなんて言われたのずっとできないって言ってそういうねあのいろんな批判を受けてる人が多いんでね結構みんな慎重には言うと思いますけどね。うん 日本にも核融合の実験があるんですねあ核融合っていうのはあのエネルギー集めるやつなんですけど、ね、軍事とちょっとあんまり関係がないんでね比較的あの学問分野としても確立されててああ日本なんかはいろんなやり方をしてるんでねああえっとまあ,あのヨーロッパもいろんなやり方をしてるなんですけどそのいろんなやり方っていうのが今回のに刺激を受ける可能性ありますね。うん、これででもね本当成功すするとですよ、うん、いろんな今世界の 例えば、燃料エネルギー問題ってことはもうイコールいろんな争いがなくなるってことになりますよね。なんか原油もいらなくなるし、あと太陽光発電もいらなくなっちゃう。高橋さん、なん何年ですかと。 あと何年これは難しいですね。<laughs> また、あ、私はね自分の生きてるうちにねあの出ればいいなというふうな感じでいつも見てます。あのあとなんでそう言うとものすごいリアルな話になるんですけど。結構結構早く死んじゃう可能性なんで <laughs> まああの結構違いんじゃないかなという思います。それこそそれは確かにね名言とすれはあと何年で10年で20年でって言えないと思いますけど、うん、この手のものってほらなんか。 とてつもなく進歩するときはぐっとあるわけじゃないですか。だからブレイクするってなるんでね、うん、あの、だから、あの、十時十時に上がるってやつじゃないから、予測しづらいんですよ。まあ、そうでしょうね。うん、それでも、なんて、世界中の研究者がこれだけ英知を集めても。できないと思います。相当な技術だってことなんでしょうね。やっぱり、ね。それはそうでしょう。エネルギー問題は全部解決しちゃうんですから。うん、要するに、原因もいらないし、ね、天然ガスもいらないし、太陽光発電も全部いらなくなっちゃうんですから。 うわなんか今ふっと思うと、はい、世界中の賢い人みんなこれにかかったなと思うんですけど、はい、そんなかかってでも金もかけてやってるんですけどね、はい、そういうことも難しいんですよはあでも本当にこの技術が、えー、成功すると世界のエネルギー事情が本当に一変するっていう一一変変、ね、どころかもてい,す、ね、いらなくなるという,うことの取っかかりを、えー、今回の研究チームやって。 <た>そうそれで結構今までで見たら本当にジャンプみたいなすごいあの,<ー>あの結果ですねで高橋さんの見立てではもうちょっと工夫するとできんじゃないかっていう私すんごい超希望的観測超希望的観測では <laughs> でもあとだから、うん、まあ10年とか15年ぐらいで目鼻立つんじゃないかなってで超希望的観測でもできればですよ<ー>我々のこう孫子の代とかっていうところを 少なくとも僕今53なんですけど結構ギリギリ結構ギリギリいやでもそれでもまあ夢のある話かなと思いますが分かりましたではお知らせだとお話さらにお伺いいたします上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています さあ続いて高橋さんにはこの話をお伺いいたしましょう2%の物価上昇目標の見直しを検討政府日銀初の共同声明改定へ今後の展開次第では住宅ローンなどにも影響が出るかもしれません 先ほど通信によりますと岸田総理が安定的な経済成長を実現するための政府と日本銀行の役割を定めた共同制限初めて改定する方針を固めたことが17日分かりましたできるだけ早期に実現するとする2%の物価上昇目標の達成時期を見直すなどして金融政策の幅を広げる方向で検討しています 今後、岸田総理が来年4月9日に就任する次期日銀総裁と協議をして決めるということなんですが日銀の黒田総裁が目標達成を目指して10年近く進めてきた大規模な金融緩和の修正につながる可能性あるということなんですが高賀さん、まずこのニュースどんなふうに岸田さんのやることってのは安倍さんと大体真逆なんであ,<ー> <laughs> あんまり良くないですね。ここれね,ねえ、えー、考えてみるとこの10 ね、2%の物価というところなんですが10年近くということなんですが、えー、安倍元総理が主導して2013年に公表して、えー、アベノミクスの柱である大規模な金融緩和日,が日銀が実現する根拠となったということなんですけれどもさあそれでは、えー、7時まで残り時間少なくなってまいりましたので7時の時報のあと、えー、このニュースについては高橋さんに詳しく解説をいただきたいと思います。<laughs> どうやら我々のの、えー、住宅ローンの金利にも影響してく るかもしれませせん一旦7時のお知らせでございあ高橋さんそれこそお、はい、年明けですかあ日銀のね次、えー、期総裁や来年4月にも新しい方が来るということなんですがずいぶんこれによってこの辺りのは方針変わってくるという話なんですよねそれで考えるとね変わってくるんじゃないかな、まあ、いい今まであの岸田さんが任命した人っていうのは、うん、はっきり言って利上げしたい人ばっかりですけどね。 報道記事にも見てもね、日銀が物価目標に縛られているから入動を取れずとか、そういうマスコミの人すぐ言うでしょ、円安になっちゃったから、物価高になったって、要するにこれ、利上げしたいっていう人だけですよ、利上げしたい人っていうのは、一定数いるのは間違いないんですよ、自分たちの商売のためにね、金融機が主にそうなんですけどね、そういう人たちの意向に沿うような感じの文書ですね、これはね。の物価上昇 目標には縛られるとどうして見動きが異なか縛、はい、られ縛られてないじゃなければこんなん <laughs> あのね、はい、えっとそもそも物価ってのはいろんなのが物価があるってことも多分皆さん知らなくと思うんですよ、はい、消費者物価だけでしょ、はい、でもね本当に経済学者が見る物価っていうのは GDP デフレたっていうのがあってね、はい、これは消費者物価じゃなくて企業間の取引とかみんなそうそう込み込みではあ,あの指数があるんですよ、はいはい、これはねあの名目 GDP っていうのを実質 GDP で割り算すると、うんはい、GDP デフレタ 出てくるんでね、うんうん、で、で、これだから、これを見ると、今のところ、ね、あの、七九月九でマイナスレイ点三なんですよ。<う>だからね、全然あれなんですよ、物価が上がってないんゃ、んはっきり言えば。 あの要はあれ世の中のお実際のお金プラスと、えっと、世の中の景気変動に合わせてっていうところでこう物価の上昇と合わせてそこを差を取るわけなんですよね、GDP えっと、うん、だから、まあ、GDP はね、はい、だからあの普通はこっちの方の GDP ディフレーターっていうのをよく見るんですけどね、はい、これがあの3か月いっぺしか公表されないから、うん、あの毎月の,、まああの消費者物価つ、ごく一部の物価なんですけどね、うん、それを見てるだけなんですけれど、うんまあ、この GDP ディフレーターがあのプラス2ぐらいにならない限り、 普通はあんまりあのなんか金融引き締めとか、ねうん、目標を達成したと普通は思わないんですけどね<ー>だからそれをわざとこの消費者物価だけ捉えて、うん、消費者物価だって日本だってあのせいぜい2%ちょっとですから、ねはい、大した上がりじゃないんですよこれ他の国を見たらもう大体わかると思いますけどそのくらいになると本当に利上げするんですけれど、うん、だから私の普通の常識ですとねこの日本の消費者物価だと4%ぐらいまで普通利上げしませんよ。<ー>だからそういうい そういうふうな感覚がなくてただ単に利上げしたい人がたくさんいるんですよ まあ、はっきり金融機関です。これ。金融機関は、あの利上げして儲けたいんですよ。これも、これ利上げをするとですよ。実際に、これ、われもいろんなローン抱えてたりとか。ありますよ。あの、住宅ローンで変動金利の人はすぐ影響出ますね。今のところ、ずっと、ほら、金利が安いからっていうところで。ほとんどの人が変動金利。変動にしてる方、多いと思うんですけど。ほとんどの方は変動金利だから。あの、この利上げした時に、ええって、こんなに上がるのってびっくりするかもしれませんね。はあ。まあ、固定の強さっていうのは、固定で。 あるんでうん、うん、部分でねあの変動関係ないというのはあるんですということはですよ、うん、これ、うん、年明け以降ですけれども、はい、例えばローンの組み替えとかみ含めてですけど考えた方がいい可能性があるとです、ね、あの考えた方がいいと思いますよ要するに今の段階でしたらまだ固定から、うん、あ変動から固定に直すのは手指輪を込み込みで考えても、うん、プラスねあの得になる可能性ありますよねそ,そんなに変動が上がりそうってことですかあそれ聞いたのはいいですよあのそれはタイプによって違いますから、うん ええ、だから、このくらい金利上がったら、どのくらい、あの、リバ、あの、なんか、あのね。えっと、利息増えるのっていう話を聞いた、聞いた方がいいです。これタイプによって、だいぶ違いますん、ね。そうですよね。えー、ただあの、本当に日本も、こう、少しずつ、いろんなものを値段が上がってきたとはいえ。こう、値動きの激しいものとかね。エネルギーを除いたもの、をいわゆるコアコアという指数は。 ね、ぐらいそれも大したことないしね、うん、さっきの GDP ディフレとはまだマイナスですからねうんだから本当はそんなに利上げする環境じゃ全くないんですけどね、はあ、でもこういうふうな動きっていうのは利上げを狙ってる人がたくさんいるってことですよ。うん、なんとかして高橋さん考えよと言ったら利上げをしたい理ツを考えてるみたいなイメージですかむ,むちゃくちゃゃくな理屈これはあーはあ、でも そうやっと思うとですよ。これまでずっと続いてきたこのいわゆる金融緩和政策っていうのは本当に2023年はですよ、はいはい。大きな転換点を迎える可能性が高いということなんですね。これは間違いなく迎えますよ。だって総裁副総裁変わるんですから。はあ。でこのままこの路線を継承していく方にはならなさそう。多分ならないですね。 うん、今まであの岸田政権が選んだ人を見ればね、ならない、だからね、うん、あの岸田政権はあの増税もしないっつって、そはいれと同じような感じだと思いますよとなってくるとですよ、2023年以降の景気っていうのは、またちょっと厳しくなるっていうふうに、私は人為的に、ね、悪くしてると思いますよ、増税の話したりね、うん、この金融緩和の話を、ね、無視したりね。と、ね、いうことは、なんか暗い年末になっちゃいますね。 そうでしうでしょう岸田さんがいるんですかしょうがないいやわかりましたでもあのおっしゃってたようにさ先ほどおっしゃってた法律がですね実際にね通常国会に提出されるのかということも含めて法案があってことになりますけれどもこのあたりまた来週再来週と伺っていきたいと思います今週もどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうも